どうもどうも、子供部屋おじさんです。不要不急の外出が、自粛を要請されているので、久しぶりにイエスローをやってみようかと思います。本日は、2020年4月26日、ゴールデンウィークが始まったようです。緊急事態宣言も出てますし、特に外に用事もないですから、ずっと家にこもって、ブログとか書いてました。いやー、パチスロは別にしなくても私は平気だと思ってたんですけど、どうもある程度このようにこうボタンを押してリールを回さないとたまらないんだなっていうことが、分かりまして、私は軽い依存症かもしれません。前回の動画で緊急事態宣言で京都府でもパチンコ屋が休業したみたいなことを話していたんですけど、その引き続きの中で、大阪で、休業をしていないパチンコ店を店名を公表するみたいな流れがありました。公表された結果、次の日パチンコ店では、お店をやってたパチンコ店では、客が増えるという、本末転倒なことが起きていたみたいですけど、なかなか地獄のような光景が続いております。私の地元の話で言いますと、実は1店舗だけ営業を続けていたお店があったんですけど、そこの、お店の爆災とかを読んでますと、荒れてましたね。具体的に言うと、警察署に電話したから、皆さんも警察に電話してくださいみたいな、通報しました、そして通報を煽るみたいなコメントが、書き込みがされてました。結局そのお店も休業を決めたので、休業を決められたことは良かったと思いますけど、そんな風に普段はほとんど書き込みがない爆災の掲示板も荒れているというようなことが起きてました。ちなみにそのお店は、今日が26日ですけど、27日から、休業、5月6日までの休業を決められたみたいです。それが本当に警察署に、通報があったからの休業なのか、あるいは初めから、決められていたのか、もしくはその大阪で店名公表みたいな流れがあったことなのか分かりません。大阪で、パチンコ店が営業を続けていた店が、店名公表されるみたいな流れを、得まして、当然パチンコ店の風当たりっていうのはものすごく悪くなってるんですけど、ただそのテレビとかが報道しないのは、営業をしないとその家賃とか、あるいは購入した機械代とかっていうものが払えなくなって、たちまちこうパチンコ屋っていうのは倒産してしまうんだっていう現状にあることは、やはりテレビではあんまり言わないんだなという感じがしましたね。変な話、そのパチンコ屋がやっていたところで、おっとちょっと激アツ演出が来たので、多分これボーナス当たるんじゃないかと思いますけど、やっぱそれに集中します。ジャックチェリーで、結構な熱い演出が来たので、これ多分当たってるんじゃないかと思います。ボーナスの判別などをするまでちょっとお待ちください。当たってました。ボーナス判別は、リプレイばっか揃ったのでできませんでした。さて、何が揃ったのか。赤い色でした。では、ボーナス消化した後にまた話を続けます。ボーナス消化が終わりました。
休業をしてしまうと、パチンコ屋が潰れるってことが、まあ、あんまり知られてないことと、あとはまあその休業を仮にしなかったとしても客が行かなかったらもうどうしようもないっていう状況はあるはずでして、まあお店をやらないと潰れるパチンコ屋っていうのが事実なんですけど、空いてるお店に、行ってしまう、パチンコ客、まあ、私も、緊急事態宣言が出てから、私の行ってるホールが空いてる間は、まあ期待値披露に行ったりとかしてたので、あんまりそのことは言えないんですけど、仮にけどまだ大阪で、営業してるパチンコ屋があるみたいですけど、まあ、電車賃使ってまで行こうとは 思わないわけでして、それは仮にその足があって設定が期待できる状況だったらパチスロ打ちに行くのかって言われると、まあ仮に私がパチスロ生活者であっても行かない選択を選びたくはあるんですけど、ちょっとまあ私はそのパチンコパチスロする側の人間ですけど、大阪で営業してる店が、公表されたらその近隣の府県から、車で人がいっぱいやってきたっていうニュースは、残念ながらちょっと軽く引いてしまいました。まあ、なので、パチンコ店が営業してても客が来ないっていう状況もまああるわけですけど、まあ、現状はまあ空いてたらパチンコ客は来ると、まあ、来た上で来ればまあお客さんお金使いますから、パチンコ店的には売り上げができるわけですけど、当然そうすると世の中的な批判も浴びると、ちょっといいニュースが来たので、パチスロに収集します。はい、スイカをこぼしませんでした。なのでまあ開けるも地獄、ちょっといいニュースが来たのでパチスロに収集しましょう。弱回リプレイですね、ボーナス判別します。当たりました。消化した後にもうちょっと話そうかと思います。じゃあこのハッピータイム消化するぐらいで終わりましょう。まあその仕方がないといえば仕方がないですけど、もう開いても地獄、休んでも地獄という状況っていうのは結構地獄だなという、そしてまあそもそもパチンコというものが、まあ、不要不急であるというのはまあ当然だと思うんですけど、まあ、パチンコに限らずですけど、こういうようなこう緊急事態の時にお店が潰れるというのはもう私は潰れてほしくないと思いますけど、潰れてしまうというのはまあ仕方がないという、まあ、制度設計に中でまあ営業してたんだなと思わざるを得ないと言いますか、その休業要請に応じたパチンコ店っていうのが、潰れないような、対応っていうのがどれぐらいされるかっていうのは分からんですけど、多分その
素直に休業要請に従った結果もう廃業しなければいけないというパチンコ店の保証っていうのはまあ現実的に行われないんじゃないかと思います。そしてまあその休業したから廃業になったパチンコ店の他に、まあ、これを機にも廃業しようと決めたパチンコ店も多いでしょうから、そのようなお店というのが、まあ、世の中の要請に従って休業したけど、緊急事態宣言が終わった後に確実に失業の気分になったという人はまあ出てくるんじゃないかと、まあ、それはもうパチンコに限らず、まあ、バーであるとか居酒屋であるとかそういうのを経営している、人小さい事業体であるこそ、まあ、顕著なんじゃないかと、まあ、私演劇やってるくせにその演劇とかに関して全然触れてないっていうのもあるんですけど、まあ、大阪府の休業要請に従わなかったパチンコ店が興行されて、逆に、お客さん増えちゃったという事件から、そんなことを考えました。難しいですね。これはもう、このコロナが明けた後にパチンコパチスロに限らずいろいろな、仕事というのが見直される時期なのかもしれませんが、願わくばまたいつものようにパチンコ屋に行ける日々が戻ってくることを祈るばかりです。ちょっと喋り散らかしてしまいましたけど、ちょっとコロナの関係で家に引きこもっている期間が多くて当然パチスロもまあできなかったので、ついその気持ちが抑えられずに語りながらパチスロやってしまいました。多分これ設定はまだ確認しないでやってるんですけど、おそらく設定1よくて設定2ぐらいだと思うんですけど、多分この枚数計算してないですけど、まあ、結構プラマイゼロラインぐらいで今日はできたんじゃないかという感じがあって、まあエーソルト偽物語面白いですね。できたらこの実際のコールで設定6とかを積もってみたかったりもあるんですけど、私の行くパチンコ店では多分設定は入らないと思いますので、実機買っちゃった次第です。しかもまだ設定変更してません。余談が長くなりましたけど、またいつの日か、楽しく、パチンコパチスローできる日々を願ってこの動画を撮影しました。また何か、話したいことがたまったらこのような動画を撮るかもしれません。それではまたお会いしましょう。さようなら。おや、なんとマスクマンが起き上がりこちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか。マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。